とりあえず何も知らないふりをして出会う人皆様に優しくしていればもしかしたら何かわかるかしら。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ご丁寧に、そしてごちそうさまでした。いえいえ、とりあえずこちらが私の情報を共有しますね、うん、はいはいはい、はい、私昨日少しだけ遅い時間に起きてきたら陽光さんが事件のことを聞いてで、猫カフェのきなこ様が手からドリルが離れないと知らない男性に言われて心配して駆け寄ったところ手錠をかけられたそうなんです手錠、そして山の方へ連れてかれて山の方へ綺麗な景色を見せてあげてから殺しやると言ってそこでドリルでボコボコにされたらしいの。殺してやるっていう明確な殺意があったってことね。どうやら優しい方に優しい方を殺したい方らしいんです。優しい人を殺したい。ええ、優しい人を殺したい。なるほど、支配欲タイプか。私も昨日の今日で情報量が多くて大変なんです。なるほど。得てる情報としてはそれぐらいかしら。いえ、他にもたくさんあるわ。なるほど。とりあえず先ほど被害者であるきなこ様に会いに行ったらドリルで殺されたことと無線番号444番で警察に喧嘩を売ってきたこと。無線番号まで言ってきてんのね。ええらしいわ。あと黒の6人入りの車に乗っていたそうです。黒の6人入りの車、ああ盗難車臭いわね。盗難車の可能性が少し高そうね。あと犯人はレッドラムと名乗っていたようよ。レッドラムは後ろから読んだらマーダーっていうシャイニングっていう映画のネタね、だからあまり参考にはならないと思うわ。うん、ただの偽名だと思うもの。その名前に関してかなり有力な情報が今入ってて、きなこちゃん誘拐事件が起こったのがだいたい22時とかそこら辺って聞いてるのね。それぐらいよ。でその前の8時か9時ぐらいのタイミングでズーちゃんっていう新人の女の子がいるんだけど、その子とキラメキーラちゃんが2人でいたタイミングで声かけてきた、男の人がいたらしくて、その人プチプチって名乗ったらしいんだけど、プチプチ、そう、無線の使い方を教えてくれたらしくって2人に、でメキーラちゃんが瞑想に行ってる間にズーちゃんに手錠をかけたっていう話。瞑想行ってる間にかけられたの？そう、ただまあメキーラちゃんが思いのほか早く帰ってきて SM プレイの練習みたいな感じで言い逃れしたらしいんだけど、SM プレイだ、これ SM プレイですみたいな感じで言い逃れしたらしいんだけど、私それでパッと思いついたのがこの間イブちゃんがやってたやつ、要するに練習。いや、でもそんなことはないと思うわ。ここがね、繋がってないのよ、ちょっと。あと一応、2つの事件が。あと一つ、もう一つ。実は、クズシル様に私の正体をバレてしまったの。なるほど。実は、警察しか見れないタブレットを見てしまったようで。なるほどね。でも全面的に私と協力関係にいてくれることを約束してください。よかったよかったよかった。それは、なおさら、くずしろ様にお願いして、情報を少し集めてもいただいたの。なるほどね、つかさちゃんも集めてんだ。そうしたら、有力候補が、マイケル・モイヤーズさん。さっき私もその名前に気づいた。マイケル・モイヤーズ。見た目は素朴な感じ、黒髪。最近まで初心者で白いパーカーを着てるらしい。黒髪に白パーカー。どっちかっていうと、だからなんか、情報だけ聞くと心ない市民なのよ。そうね。そう。
からあえてだから自分目立たないような感じにして反抗するときだけ何か目立つことを、レッドラムってなんというか二面性がある感じなのかしらね。どうなんでしょう、二面性があるのか、うん、今聞いた感じ無線番号で、まあなんだろう、挑発を行ったって考えると、まあ殺人を、まあなんていうのかな、殺人が起こる際の動機的特徴って結構いろいろあって、怨恨、まずは恨みね、それはないと思います。で営利目的、これもないと思う。地上のもつれはまだ可能性としてあるかなって思ったけど、今聞いた感じない。精神疾患もない。あとは依頼として仕事としてやってるっていうのも、これもないと思う。ないと思うな。あとはそもそも猫カフェに手を出す、うん、意味がわかりません。うん、そもそもだって猫カフェに手出すって絶対やっちゃいけないと思うもん。この町多分ね、長い子は絶対やらないと思うのよ。ええ、そう、私もそう思うわ。うん、なんせマックちゃんがいるから。ええ、そうよ。うん、その上で手出すなんてマジでありえないと思うから。そう考えると最近こっちに来た流れ物、かつこれは多分カルト的な信仰や脅迫観念によるものじゃないと思うし、あとは使命感や正義感、こっちでもないと思うし、まあそのなんだろう、信仰とか脅迫観念による何らかの理由があって殺さなければならないって考えてた場合は犯行声明出す理由がないから。そうね。でもう一つ、使命感や正義感から来るもの、テロリズムとか、まあ言ってしまえば、私刑、死刑に該当するもんだけど、この場合は、無線番号みたいな挑発じゃなくって、おそらくちゃんとした声明出す。そうね。で考えると、動機として考えられるのは、殺すことそのものが目的になってる、考えられるわね。死は救済とは言いますが、やり方が気に入りません。特に肩着の女に手出すっていうのはちょっとこれは筋通らないわね。ええ、そうなんです。それにだってきなこ様は先日まで足が悪くてやっと治ったばかりだったのよ。そう、私としては猫カフェに手を出す行為自体も、女性に手を挙げた行為自体も全く許せることではありません。全く同じ考えを、絶対許さん。私も絶対許せないわ。どんな手段を使ってでも絶対に見つけ出してみせるって決めているの。その見つけ出す上で今プロファイリングがすごく重要って感じ。もう何が起こったか分かってるのよ。これね、物語の考え方と一緒、 5W1H、 どこで誰が何をどうしてどうなったよ、うん、場所としては昨日、まあきなこさんがいた場所だから、まあ多分猫カフェかな。猫カフェ、猫カフェで、どこで誰がきなこちゃんが、違う、きなこちゃんがじゃない、そのまあ、仮にレッドラムとしましょうか。レッドラムが、きなこちゃんに対して、危害を加えるに及んだっていう状況だけは分かるんだけど、この中のなぜの部分、ホワイが抜けてるのよ。誰でもよかったんだと思います。なるほど、誰でもよかったっていう風に考える割に、結構だから力の弱い女の子を狙ってるじゃない。そうね。そう、しかも聞いた話によると手にドリルがついて離れないって言って、そういう形でいいよって来てるから、まあ騙す気満々で近寄ってるのと、もし万が一私が聞いた話と繋がる証拠が出てきたら、まあ、用意周到に計画してたっていうか、まあ単純に連れ去って盗難車で、で北の山まで行って、で手錠まで用意した上で、でわざわざドリル用意してボコったってわけでしょ、まあ、めちゃめちゃ計画的なのに、めちゃめちゃ計画的な犯行なのに、めちゃめちゃリスクある方法取ってんのよ。猫カフェから山まで行く間に見つかったらどうするのって話だし、ってことを考えると、この犯人が何を考えてるかって考えると、要は自己実現欲求と承認欲求の2つ。一応この事件はゴー様が詳しいそうです。ゴー様と実はキャプテン様も詳しいらしいんだけ ど、キャプちゃんも詳しいんだ。ただキャプテン様どうやら昨日体調が悪かったようで、なるほど、しばらくはもしかしたら来ないかもしれないの。なるほどね、それはちょっと厄介かもね。実はこれも言っておくわね。私昨日この犯行はモスではないと思って、私今
ペルシヒ様と協力関係でいるのよ。なるほど。え、ヘルシヒ様に連絡を取って。ってのね、うん、まあ、モズというよりヘルシヒ様とという方が正しいかしら。確かにシギちゃんとっても許せないと。え、だって犯人がクッキーマンのお面をしていたのよ。クッキーマンのお面をしてたの？ええ、らしいです。私は聞いた話だとブドウだったの。ブドウ？うーん。なるほど。いい情報ありがとうございます。で、そのなんだっけ、つるちゃんたちに手錠をかけた人？ええ。っていうのはなんかね、白いコックさんみたいな服着てたらしい。白いコック。コックさんみたいな服だって言ってた。洋服は白が多いのかしら。そうね、コックさんみたいな服ってことだから、多分前にボタンで留めるタイプの服じゃないってことだと思うのよね。ワイシャツ系じゃないみたいな。そうね。そうで、あとはかなりリスキーなことをやってるのと、あとはまあその相手が何を狙ってるかっていうところが分かれば次の動きが読めるから、そうね、考えられるものとしては、まあ計画を通して自身の完全性を示したいっていうところがまず第一。バレないように繰り返してどんどんエスカレートするタイプなのね、こういうのって。えってことを考えると、下手したらひなこちゃんよりも前に被害者が出てる可能性もある。そうだから私昨日ヘルシゲ様に提案したの、うん、私がもし優しい方が狙われるのだったら、私が手当たり次第に人に優しくしていればいずれあぶり出せるんじゃないかと思ってまして。なるほどね。ええ、だから私今日早起きして。気をつけてよ、本当に。うん。ああ、大丈夫。その時はどんな手段を使ってでも必ず情報を持って帰るわ。そうね、一番、いやまあ、うん、そうね、うん。それに気をつけてね。うん。ええ、それに私はこうやって市民と関わっていたら情報も入るかもしれませんし。あとはそうね、可能性として考えられるところで言うと、逆に犯行がバレてほしいって考えてる節もあるのよ、この犯人。そうね。うん、無線番号を出してるから、いわゆる犯行自体はバレてほしいけれども犯人はわからないっていう状況が犯人が思い描いてる理想なのよね、今この聞いてる限りだと。それを考えると、無線番号444の、まあ、挑発も納得できるし、逆に言うとこんなすごいことを成し遂げた自分に注目してほしいっていう考えがあるから、ひょっとすると私情報局じゃない、目出したいんだったら下手しいビジネスアプリとかに連絡来るかなと思って。確かにそうかもしれません。そう、もうそれが来たら地をおとりにして連れ出すとかやりましょうか。だからもし私が誘拐されたりしたら、もしその現場を見たら必ず陽光様にお伝えしてほしいの。もしくはヘラシギ様でも構いません。分かったわ、この二人ね。行こうか。すまないね、待たせてよ。うん、オッケー、じゃあ行こうか。バーガー屋近くのコンビニで待ち合わせしてるみたいな。なるほど、行ってみようか。とは聞いたけど、まあおらんかったらバーガー屋。うん、ヨーコから聞いたんだが、どうやらマイケル・マイヤーズは、うん、親切というワードをよく使っているらしい。うん、だからだ、犬カフェのものをおごったり選んだり、あえて餌をまいてみたんだが、なるほど。彼の言う親切の基準がわからないね。そう。まあ、陽子は見張ってるというから安心しておいたんだが、まあとりあえず写真を撮ることを目的としよう。さすが店長、人気者ですね。始めましたかな。あ、お待たせ、もみちゃん。これちょっと話しましょうか。はい、ありがとう。そうだね、こっちで話そうか。申し訳ない。はい、話しまして。やばい、ホースが。一応写真は撮れたよね。うん、一回向こう行こう。正面の写真があったらもっと分かりやすいですか。正面か。なるほど。まあそいつアイアンバーガーにいます。今です、はい。ちょっともう一回アイアンバーガー戻れるか。うん、わかった。どうですか、今
街は。いや、今日は街が賑わってるよ。なんか人いっぱいいますよね。素晴らしいことだね。本当にそう思う。君はどうだい最近。店長さんですか。あ、間違えた、店長ですか。いや、店長は君のことだ。私は元気です。今日はなんかマイ君がすごい一緒に遊んでくれて楽しいです。マイ君？マイケルさんです。なるほど、一緒に遊んでるの。なんかバーガーに興味を持ってくれたみたいで。ああ、そうなのか。そう、嬉しいんですよ。つまりじゃあハンバーガー屋に働く可能性があるということかな。いや、どうなんでしょうね。そうなったら嬉しいですけど。ごくいただきます。うん、ごくいただきます。ありがとうございます。本当にいいのか。いや、でも全然いいよ。割と冗談だけど。あ、ちゃんと色変わるんだ。すごうんうん、楽しみにしております。ありがとうさん。ありがとうね。パークさん、このままレギオン行きます。レギオンどうしようかな。ちょっと出かけようかなと思ってて今。あ、そうなんだ。一緒に来るってか。あ、この後あれの、え、肝試し。あ、行こうかな。じゃあ、え、じゃあ車置いていこう。来たことあります？なかなかいい雰囲気ですね。そう、私ね、昨日連れてきてもらって、なんかね、肝試し場なんですよ。気をつけてください。お化けに気をつけてください。ほら、これ汚い。いや、ホラーハウスすごいね、ここ。ここもしかして元々事故物件とかそういう類のものですかね。ホラーハウス純正に届けるな。陽子さん、こういうの行けるタイプでしたっけ。いや、すごいね。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。いやいや、ね、さっきまでちょっと追ってたんだけど、完全に見失っちゃった。いや、今、陽子から連絡が来てるよ。ああ、オッケーオッケー。一応今から、4002のホラーハウスに行くことになったらしい。なるほど、4002のホラーハウスね。まだ陽子ちゃんがついてくれてるんだったら大丈夫か。うん、ただ、文章的に無理やりついていくことになったと言ってるから、もしかしたら話そうとしたのかもしれないね。その可能性が高いわね。4002のホラーハウスね。ありがとう。と10キロぐらいでトコトコ登っていく感じの。よし、行くか。入る。はい、営業に送ります。ありがとうございます。じゃあまた。お付き合いいただきありがとう。おやすみなさい。あ、ズズさんいる。はい、お疲れ様でした。ありがとう。ちょっと見てこよう。長旅をありがとうございました。パン屋の方ではなかったです。うん、家に帰ったと思うの。なるほどね。あ、もしかして家知ってます。8718174だ。出てきました、出てきました。アパートが出てきました。いや、今駐車場に犬見さんと向かおうとしてたんだけど、うん、大型の猫がいて俺が入れない。うん、家まで送るよ。もっとびっくりした。いや、ありがとう。あ、すみません。あら、みーちゃん降りてすぐまた迎えに来てあげるから。すみません。みーちゃん怒っちゃってる。はい、みーちゃんごめんね。ありがとうね。すごい煙出てる。大丈夫。そうね、修理する人いなかったんよ。あ、そうだったんだ。じゃ、すみません、ちょっと家まで失礼いたします。はい、そこの家だよね。はい、オッケー。すぐ右曲がったところの。そうそう、危ない時はね、送り迎え必須だと思ってる人です。あ、確かに最近ね、危ないからね。そうそう、物騒だから。女の子はね、だって家の子困れたよ。ありがとう、感謝です。あらね。はい、じゃまた明日。バイバイ。おやすみなさい。ありがとうございました。うん、どう思います？あの状況から家を出るって。そうだよね、確実に怪しいよね。